僕くん、もう池には行ってみたかい？あそこの池には大きな魚がたくさんいるぞ。え、たくさん？いいな、いいな。もし釣り竿を使うんだったら、この勝手口を出て右側にある納屋に置いてあるから持って行きなさい。うん、わかったよ。おじちゃん、ありがとう。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでし でした。ねえ、ぼくくん、トウモロコシ好き？あ、出た出た。大好きだよ、おいしいもん。じゃあ、いやー、来たよこれ。ぼくくん、畑のお手伝い当番に決定。そっか、もうか。パフパフ。今日一日だけのお手伝いだけど、森に行く途中にうちのトウモロコシ畑があるんだ。そうなんですね。そこに午前中に来て取り入れを手伝うこと。まさかのこの家のトウモロコシ畑だったっていう、あそこのところのやつ。はい、ということで皆さんお元気でしょうか。どうもベニーです。ではね、初見の方チャンネル登録、いつも見てくださってる方、コメント高評価よろしくお願いいたします。で、ちょっと、あ、窓開けちゃって、閉めよっか。よいしょ。ちょっとね、後ろの方でね、ザーザー言ってると思うんですけど、これPS3 のね、音です。前もね、ちょっとね、1日目、2日目と、PS3 の音がね、結構入っちゃってるんだけど、これ一番古い方なんですよね、PS3 が。なので、まあ、どうにか、防音とかね、ちょっとこれから、来るので、家に。それでね、ちょっと試行錯誤して、音をもうちょっとね、小さく、したいと思ってるんですけど、今日はこれでやっていきますので、ちょっとすいませんということで。でなんですけど、僕ね、3日目とね、4日目やったんですよ、もう。で、今日3日目でしょ、8月3日目なんですけど、声がね入ってなくて、で動画もね、なんかなんだろう、あることあるんだけど見れない感じになっちゃってて、でもう1回やらなきゃってことでね、これね2回目なんですよ。で、次の4日目もね、2回目なんですけど、まあ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 、初心を忘れずにやっていきたいと思います。で、行きましょう。で、まず最初に、納屋にある釣り竿か。釣り竿をね、取りに行きます。このね、ところにあるんですよね。の、右側。こっち。そしたら、これが釣り竿です。もうね、覚えちゃった。ゲットミシヒヒヒヒ。笑い方かわいいよね。僼くん、笑い方かわいいよ。ほんとに。そしたら、朝顔にね、水をあげに。あ、そうだ、ワンちゃん、ワンちゃん。ワンちゃん、昨日元気なかったから。今日はどうでしょう。うーん、元気だねー。よかった、よかった。よし、行こう。朝顔。そしたらトウモロコシ畑に行きましょうか。あれ、しらべちゃん。男の子ってガサツだから大嫌い。ガサツって何？こういうことを知らないことをガサツっていうのよね。毎日ここで何してるの？どうだっていいじゃないよ。地面見てるの？え？ヌアンデ調べが地べたなんか見てるのよ。ヌアンデ。おじさんしかいないよ。なんでか。なんで？あのね、あんた、ジョーアリって見たことある？え？やめやめ。今の話ナシンコね。ナシンコ？使ったことないよ。なんだったっけ？ヌアンデか。なんで？多分なんでなんだろうね。ヌアンデ。ナシンコ？なしだよ、みたいな。昭和の頃の、ちっちゃい子たちがよく使ってた言葉なのかな。あっちが巻いてた。すっごくいい天気。ぼくくん、こんにちは。うん、おじちゃん、おばあちゃん、こんにちは。いやー、しかし、今日は空が高いな。ぼくくん、
約束通り来てくれてありがとう。ではボック君、畑のトウモロコシを片っ端からこのカゴに入れてね。じゃあお仕事スタート。パフパフ。よし入れましょうトウモロコシをね。これ何がすごいってね、一個ずつじゃなきゃダメなんですよ。まさかのこうやってやるでしょ、取って、じゃあ次これ取ろうとすると取れない。すごいですね。はい長いですよ、長い戦い。この音楽いいね。ちょっと違ったけど、少しドラクエっぽいな。いいな、ドラゴンクエストもやりたいな。あと半分か。よし頑張ろう頑張ろう。いっぱいになってきたね、箱が。カゴか。カゴがいっぱいになってきた。この子ちょっと、離れすぎてるな、トウモロコシ。みんな密集してるのに。音がリアルだね、トウモロコシを置く音すらも。あ、ちなみになんですけど、この音あるじゃないですか。虫の音とか。そういうのは、現地にね、ここのモデルになってるところがあるんですよ。で、そこの現地に行って、実際に音をね、取ってきてるらしいんですよね。だからそういうとこすらもリアルに作ってるっていうのが、すごいなっていうふうに思いました。まあ、ウィキペディアで見たんですけど。らしいですよ。いや、すごいね。すごい。ほんとすごい。あ、でなんですけど、僕ね、実況プレイっていうのはね、初めてなんですよ。まあ、たまになんかライブとかやるんですけど、そういうのって別に実況プレイっていうかなんか、FPS をね、ただやってるだけなんで、実況も何もないんですけど。なんで、どうやればいいか、これどうにか、考えながらやってます。声とか、いろいろ。僕、終わった。これでもうそろそろおしまいだね。うんうん、いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。私もなんだかいい汗かいちゃったな。いや、おじちゃんおばちゃん何もやってなくない？嘘でしょ。これは嘘だ。あ、後片付けはおじさんたちがやっておくよと。さあ子供遊んだ遊んだ。後片付けだけのために来たのかな。明日のお昼にでも大きなお鍋でたっぷりゆり茹でてあげるからね。楽しみにしててちょうだい。いいね。それはいいな。そしたら、やることがあるんですね。右。ここをまっすぐ行って、ここをまっすぐ行って、ここもまっすぐ行く。まずは秘密基地をね、見ましょう。誰かいるかな？トウ！あ、いない。スイカがなくなってるね。秘密基地はいないと。トウ！いや、いいね。いいなぁ、こういうとこ走りたいもん。もう24だけど。ボックの隣を走りたい、一緒に。ちょっと釣りしましょうか。時間かかるかな、釣りやるの。釣り竿。これかな？毛針？天からを使おう。頑張れ、ボックン。ゴー。魚の動きに合わせてやるらしいから。
わかんないな。画質が荒い。おわ、来たー。ニジマス、23センチ。でかっ。やったー。いやいや、ちょっと嬉しい。今日は1個にしとこう。1匹で、終わりで。あとは虫を取りたいな、ここら辺の。取ってないやつがいるかもしれない。ほっ。夏茜。夏だね。夏茜。いいですね。なんか珍しいね、昆虫がいるらしいんですよ。で、昆虫をね、コンプリートすることもできるらしくて、なんでね、昆虫はコンプリートしたいなと思ってるんで、ちょっとそこだけね、ネットの情報を見ようと思ってます。やっぱそこはね、男子たるもの、コンプリートとかそういうのには弱いんですよ。コンプリートっていう言葉に弱いんだよ。あ、いいね。いい日、夕日ですね。あんまいないよ。いるぞ、なんか。なんだ。あ、これはあれだね。昨日一応撮ったんだよね。動画ではね。なんですけど、そうですね。新しくやったんで。ちょっとまたニューになってるんですけど。買いましょう。買うか。おー、夕方になってきた。今のジジジイが草木なんだろうね、多分。いやー、よくねー、うちのね、実家の方も聞こえてましたよ、こういう感じで。夜はねー、夜っつうか夏の、すごい聞こえてた。ちっちゃい頃はうるせえなと思ったけど、今思うといいもんだったよね。あ、なんでしょう。あー、草切り。ここ草切り多いね。もう一匹いるな。もう二匹ぐらいいるのか。あー、草切り。草切りすごい。ほう。ほう。そしてね、ちょっとね、昨日じゃない。その、この動画のために、1日目と2日目をもう一回やり直したんですけど、2日目の時にね、ここであるものを撮ったんですよ。いないか。いない？マジで？ちょっと。違う、こいつじゃない。この子じゃないんだ。おー、同じ。いないな。この時間帯はいないのか。お、オナガイハ。あれ、これは、撮ったよね。撮ったはず。撮ってないかな。オナガイハです。ちょっとどっちか忘れちゃったな。いなかったね。あそこに、ある虫がいたんだけど。いいな。虫取りって楽しい。だってさ、普通に考えて、こんな虫取れないじゃん。東京とかさ、いたら、ねえ、東京じゃなくてもね、モンキチョ。普通の場所だったらね、取れないでしょ、もう。こうやって取れるところっていうのはね、もう珍しいですよ。僕にしたらね、もう宝の宝庫。だから、子供できたら、こういうとこ行きたいよね。一週間でもいいからさ、夏に。一緒、会う。はい。今日の遊び時間は終了。で、夏にね、もう晩御飯ができています。その1週間でカブトムシいっぱい取って、スイカ食べてとかして、そういう過ごし方もいいなっていうふうに思いますね。おじさん家の庭のずっと奥、家畜小屋の横の方に雪の川の上流へ蛍沢へと続く道があるだろ。うん、あの沢では蛍がいっぱい浮かして。え、蛍？僕見たことないんだ。いいな、いいな。すっごく綺麗なんでしょ。見たいな、見たいな。あれ、あんた意外にロマンチック。
照れてる。でも下口はなんだその顔。日が沈んでからは絶対にあそこに行っちゃいけないよ。これはおじさん家の決まりなんだから。残念だな。ホタルのことを秘密にしておけばいいのに。じゃあいただきます。いただきます。おじさんちゃっかりビール置いてあったね今ね。ちなみになんですけど、僕のね、実家の方もね、ホタルが出るところ、有名なところがあってね、よく来ますね。夏は、おじちゃんおばちゃんがね、でっかいリュック持って、ごちそうさまでした。どこにホタルいるんですかって、よく聞きに来てましたよ。僕も答えたりしてたんですけどね、やっぱ、最初知らなかったんで、ホタルいるっていうのをね、でも結構有名らしくて。僕自身もね、ホタルは、なんで見たことはあります。さあこの冬、この冬はなんだ、この冬は萌え姉ちゃんが吹いてるんですよね。笛って言っちゃいけないのかな、なんて言うんだろう、フルート。それなんて言うの、クラリネット。あ、クラリネットだ。友達にクラリネットを習い始めたんだ。秋の文化祭で2人で演奏するの。すごいね。でも、そうだね。そんなこと言っちゃうの？かわいそう。でも、頑張ってるのに。夏休み中には上手くなるぞ。頑張れ頑張れ。絶対。多分、きっと。僕にもクラリネット貸してよ。ダメだよ。これはお口をつけるものなんだから。関節キスってやつだね。頑張れモネちゃん。結構上手い気がするけどね。これで下手なんだ。そういえば釣り竿はもう持ってったかい、うん、持ってった。魚釣ったよ。なんだ、いや大物を期待してるよ。任しとき、主釣ってあげる。主を。卵豆腐、アサリの酒蒸しと、取れたての空豆でした。とんかつ、卵豆腐とか、いいね。卵豆腐食べたいな。さっき食べたばっかなのに、もうお腹空いちゃったな。ああ、給食の春雨サラダが食べたいな。美味しいよね。あれ、知らないんだ。え、春雨サラダのない給食センターなんて、あんたのところは100年遅れてるわね。多分逆なんだろうけど。春雨サラダ美味しいよね。夏の全国高等学校野球大会、本日の試合結果です。第1試合、熊本代表阿蘇山南高校対宮城代表仙北農業高校。2回の表、阿蘇山南が仙北農業のエース星垣の配球の乱れをうまく突いて大量得点し、7対2と阿蘇山南が快勝いたしました。第2試合、広島代表広島船舶高校対新潟代表新潟稲刈り農業高校。広島船舶の1年生ピッチャーオタフクの心配されていた肘の故障が再発し、結局新潟稲刈りに勝利の女神を呼んでしまったようです。1点ずつ取り合って4対3と接戦の末、新潟稲刈り農業の勝利でした。第3試合、北北海道代表根室流氷高校対富山代表富山薬科大附属高校。初回、富山の打者一巡の猛攻によって8点という大量点を許してしまった根室流氷ですが、8点、その後3回8回と点差を詰め、延長の末11回表に根室流氷のエース花咲が自ら放った三塁打によって結局9対8と根室が逆転勝利を手にいたしました。すごいな。第4試合、愛知代表名古屋大名工業高校対沖縄代表沖縄海戦高校。初回1球目の大名工徳川のホームランが結局そのまま試合を決し、1対0で名古屋大名工業高校の勝利でした。以上、 NHN 大阪の吉本が甲子園球場からお伝えいたしました。おー、あれですね、甲子園
ね、盛り上がってますよね。結構ね、僕仕事してる時でもね、見てるお客さんいますよ、携帯で。なんか、そのアプリでね、結果を見てる人は結構いるかな。うん。20人に1人ぐらいは見てるかなって感じだけど。やっぱ好きな人は好きだよね、甲子園とかね。応援できるし。おうおう、お風呂ありました、お風呂ね。では。はい。チラッチラッ。1枚ずつしかない服を脱いで。いいね。こんな風呂入りたいな、本当にさ。多分冷たいんだろうな、明日。冬は嫌だけど夏はいいって感じかな。では牛乳を飲んで、自家製野良牛乳。いろいろ食材があるな。うちの冷蔵庫とは大違い。いや、いいね、本当に。したいもん、俺もう。夏に。温泉行きたい。夏温泉行ってさ、こうやって牛乳飲みたいよ。まあ俺はコーヒー牛乳を飲みたいけどね。あとね、軽井沢に行きたい。軽井沢。いつも通るんだよ、軽井沢さ。まあいつもじゃないけどね。通るんですよ、軽井沢。でね、やっぱね、見るたびにね、いいな、軽井沢って思うんだよね。まあ何がいいのかっていうと、なんだろうね、あの感じ？あの感じがいいんですよ。あの感じがね、軽井沢の。よし。では、今日は寝ましょうか。このままね。ちょっと突っ走っちゃった感じあるけど。お、外見る？外。遠くに、麓の鷺の里村が見えた。あ、真っ暗だね。じゃあ昆虫採取セット、結構虫取ったから入れようか。オナガアゲハ、パチュ、はい、オナガアゲハね。これ多分出したよね。うん、出てたはずなんで読みません。これはなんだっけ。あ、夏アカネだね。成熟すると頭から尻尾かなまで真っ赤になるんだよ。夕焼け色の赤トンボ。あー、いいね。夕焼け小焼けの赤トンボって歌あるけどさ、夏っつったら赤トンボだもんね。草切り、これも確かあったんで読みません。もういないかな。いないね。じゃあ戻って、え、日記行きましょうか。かわいいな、このワンちゃん。てか、ジャンボ懐かしいな。懐かしすぎる。多分ね、日記ちょっと違ってるんですよね。本当だったら、二日目って、スイカ畑がなんちゃらこんちゃらってやつだったはずなんだよね。確かね。なんだけど、ちょっと違います。あ、まあ気にせずに。何になるんだろう、そしたら今日は。はい。8月3日、初めてやったよ、魚釣り。偽物の餌でも釣れる魚は、僕よりちょっぴり食いしん坊。ねえ、僕くんね、しっかり座ってね、釣ってたらしいんですよね。あれでは立ってたけどね、実際は。いや、でも絵がうまい。うん、本当に絵がうまい。僕よりうまいと思います。ということでね、8月3日、終わりでございます。では、チャンネル登録、高評価、そしてコメントはね、コメントお願いします。コメントすごい待ってます。じゃあ4日目、会いましょう。おやすみなさい。